扇風機を置きました。なんかね、今つけたんですけどアプリが落ちちゃって、あ、大丈夫大丈夫ならよかった。あ、夢しか勝たん。ありがとうございます。大丈夫かな。なぜかこちらに来ましたいいんですか。エコーがたっぷり。そんなことはないと思います。なんか場所はね、同じなんですよ。ずっとこっち側をやってたんですけど、ちょっと部屋のあれを変えてこっち側にしてみました。まだすごい音、多分扇風機をつけてるからです。ちょっと待ってください。ちょっとじゃあ扇風機止めますね。これで音しないですか。ハマった。なんかさ、腕のボタンつけるの難しいですね。そう、今日はね、そうなの、暑いんですけど。音する？じゃあもうそれはエアコンですねそれはもう私はもう何もできないですね。どうすればいいのか分かんないです。あ、そういうこと。2個見てるんでね。え、じゃあ何の音かな。あれ、テロップ入ってない。さっき入れたのに。全体的に音が大きい。なんでだろう。バグってるのかな。Wi-Fi の調子は悪くないんですよ。けど、なんかアプリ、このタブレットの調子がすごく悪くて、今やったんですけど。そう、いつもはね、スマホから配信してるんですけど、今日はちょっと質問返しでスマホを使うので、タブレットからにしてるんですけど。そんなにやばい？やばい。喋ると落ち着く？やばいかな？やばいですか？私はね、ちょっとこっちのあれで自分の配信見れるかな？こっちの携帯で。あ、ちょっと音をね、つけるとうるさいか。あ、じゃあ音を確認したいです。ちょっとじゃあ見てみますね。見てみる？見れなかったなんかどっちもの携帯でログインしてるので。え、なんでだろう。喋ってれば問題ないということで、じゃあいいですかね。早速質問返しに行きたいと思います。質問ね、たくさんありがとうございます。はい、この時間で全て答えられるかわからないんですけど、まあとりあえず答えていきたいと思います。最初の方からね、一番下から答えていきます。あ、ハートありがとうございます。今日はですね、高めのハーフアップをしました久しぶりに髪の毛を
どういたしまして。いえいえ。はい、それでは一番最初に来た質問を返していきます。あ、髪切ってから巻くのはずだね。そうなんですよ、よくお気づきで。そうなんです、髪を切ってから初巻きました。でもなんか今日はすごいうまく巻けなくて、すごいゆる巻きみたいな感じだし、あの毛先が切りっぱなしにしたので、やっぱりなんか変な感じになっちゃいますね。そうなんですけど、まあ気にせずやっていきたいと思います。はい、いきます。一番最初に来た質問です。ゆうちゃんの熱中症対策教えて。ゆうの熱中症対策はですね、まあ、水分をこまめに摂ることですかね。あと塩分も、私は梅干しが好きなので梅干しを食べますね。あのコンビニに売ってるさ、干してある梅、あれがすごい好きなので、それを食べて塩分を摂ってます。あと私は塩飴も好きです。今年に入ってから塩飴はまだ食べてないんですけど、塩飴が好きです。なので塩飴食べたり、そうなんかね、喉乾いてなくてもやっぱりね、あの水は飲んだ方がいいですね。そう、ちょっと暑いからデモクにしますね。すごい暑いです。そういう感じですね。なんだろうね、対策っていうのは特に、ね、ないけど、そうそうそう。でもなんか日差しに当たるお仕事とかさ、されてる方はね、すごい大変だと思うんですけど、塩分と水分の補給を忘れずに行ってください。マジでね、倒れちゃったら大変だから、そう、それはあれですね。私はね、室内にこういることが多いのであれなんですけど、今日ナチュラルメイク、なんかね、さっきあの上に来る最中に、そう、下にコスメ置いて、まあ、ここにもいらない使わないコスメ置いてあるんですけど、あのさっき塗ったやつがちょっと取れちゃって、そう、口こうやってやっちゃって、ここに先ついちゃって、そうなんです。だから次なんかさ、近い、いつもより近い、なんかいつもと違うんですよ。ずっとこっち側に向けてたか。はい、次いきますね。お兄ちゃんや弟が欲しいなって思ったことはある？あります。これはあの前にもね言ったんですけど、私は弟じゃなくて、間違った、お兄ちゃんが欲しいなって思ったことがあって、ただいま帰ったよ、おかえり、帰りなさい。そう、 お兄ちゃんが弟とお兄ちゃんも間違っちゃった。はい、お兄ちゃんが欲しいなって思ったことがあって、お兄ちゃんはなんか年の離れたお兄ちゃんが欲しいなって思いました。うん、でも弟はね、いいかな。私下に2人妹がいるんですけど、そう、自分がお世話する側じゃなくてお世話してもらいたいから、お兄ちゃんが欲しかったですかね。そう、私のね、あの私のお家は4姉妹で、男の子パパしかいないので、そう、まあ欲しいなっていう思う時もありましたね。弟はね、なかなか欲しいなって思った時はなかったけど、そう、お兄ちゃんになりたかった。でもみんなはあの旦那なので。はい、でも旦那だから、あのお世話してください。お願いしますね。パパより年上のお兄ちゃんはどうですか？パパより年上のお兄ちゃんはいいです。いや、でもお兄ちゃんだったら嬉しいかな。パパより年上だったら何歳ぐらい上になるんだね。あ、バラありがとうございます。
はい、なのでたくさんお世話お願いしますという感じで、次、最近作った料理はありますか？最近作った料理は、なんだろう、最近ね、キッチンに立ってなくて、最近作った料理、何作ったかな？最近、あ、でも最近キム、間違えた、キュウリのなんかキムチ和えみたいなやつが最近すごい好きで、そう、それをね最近食べてますね。そう、よく作ります。妹にもあげたら、妹も食べたいって言ったので作り方を教えてあげましたはい、そんな感じかな。あと何作ったんだろう、なんか本当に最近料理作ることなくて、あとはね、ラーメンを作りました自分のお昼ご飯にラーメンを作りましたね。本当にそのくらいしかやってないですね。そう、手巻き寿司はね、そう、ただお刺身をお皿に乗せたりしただけなのでそう、そうなんだよね。だからそんくらいです、やったのは。はい、次は夏休みの宿題は終わりましたか？終わりましたちょっと前に終わりました。はい、結構あっという間に終わらせられましたでもまだ宿題じゃないけど、まあちょっと勉強はやらなきゃいけないんでやるんですけど、課題はねすぐ終わります。ハートありがとうございます。早く終わらせるタイプ。なんか中学生とか小学生の時は結構終わり頃になって焦るタイプだったんですけど、そんな、なんかあれですかね成長した。そう、課題はでも私が好きなところとかだったから、そう、割とほとんどの教科あるんですけど、そうです楽しかった。あ、でも小学校の時の読書感想文とかマジで苦手で、ちょっとあんまりあれだったけど、そう、永遠に終わらない人いたずっとなんか宿題やって来るのを忘れましたっていう人いっぱいいましたねいるよね。埼玉県は学校始まってるところが多くなってきた。私はねまだです。でももうすぐ始まるはい、次いきます。今日も暑い日だね。今年した一番夏らしいことは何ですか？ね、今日もすごい暑かった。今日特に暑くてカーテン閉めましたはい、今年した一番夏らしいことは、なんだろう、今年夏らしいことしたか。でも今年はね、あ、でも写真を撮りに海に行ったけど、海らしいこと、海らしいことじゃない、夏らしいことはしてないですかね。あとなんだろう、夏らしいこと何しました？夏らしいこと、あ、浴衣配信、確かにそれはしたけど、なんだろう、ある、
何これ、イルカ、ありがとうございます。何これ、わかんない。花火はしたけど線香花火しかしてないですね。そう、なかなかなんかね、あんまり外に出ることなかったから夏らしいことはしてないけど、アイス食べましたねそんくらいかな。でもトナカイイルカ、あ、そうなんだ、トナカイイルカ、ありがとうございます。そんくらいですかね。はい次いきますね。ゆうちゃんはどうやってダイエットしたんですか。あ、え、どうやってダイエットした。やっぱりね、汗をかきましたいっぱい汗をかきます。そう、なんかゆうはね、踊ってたくさん汗をかいて痩せました。でもそんくらいかな。あとはね、水を飲んだり、水を1日に何リットルだっけ、1リットル飲んだらいいみたいですよ。ゆうちゃん初見です、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。そういう感じです。ダイエット、わかんないな、でもそういう感じそういう感じって言ったらあれだけど、あと何したのかな。あ、でも体のマッサージはね、大切ですね。あ、2リットルか。そう、体のマッサージ大切。あの、毎日の、私はね、お風呂入ってる時にと、あとお風呂上がった後のボディクリームを塗る時に、足をね、こうやってやったり、お風呂入ってる時にこうやってやってやったりしてましたね。そう、そういう感じですはい、次いきますね。夏はいろんな景色がキラキラとして素敵だけど、ゆうちゃんの好きな夏の景色ってありますか。私の好きな夏の景色は、でもやっぱり海、海の水を見ることが好きですね。そう、景色なのかな、でも海を見るのがすごく好きです。私はなんか海本当にすごい好きで、入るのも好きだし見るのも好きで、そう、 NGT になってから海に入ることはちょっとなくなっちゃったんですけど、そう、見てます、毎年見てます。もう海好きですクラゲ、クラゲ出るから入れない、あー、いや、そういうのはないんだけど、なんかあの日焼けしちゃうからなかなかね。そう、あとさ、もし、もしさ、もしだよ、ないと思うけど、あの海入るときって水着になるじゃないですか。で、その水着になったときにファンの方と会ったらちょっと大変だから、ちょっとそういうのを考えて海には入らないですね。でも足だけ入るとかは全然あるけど、あとやっぱり夏の、なんだろう、景色ではないんだけど、夜の田舎のなんか匂いがすごい好きですね。夏のなんかね、畑とかのさ、何、匂いかな、なんて言うんだろう、それがすごい好きですね。そう、そういう感じですそう、偶然にいや、ダメですよそんなそう、大変だからね、それはあれですそう、まあ、特にそんなの考えたことないんですけど、そう、夏のね、匂いがね、すごいいいですよね。冬は冬の匂いがするじゃん、なんか暖房の匂いと、なんか雪、寒い匂い、それも好きだけど、夏の匂いの方が好きですね。はい、次いきます。ゆうちゃんの理想の旦那像は、わかんない、でも優しい人ですかね見た目とかは別に何もなくて、普通の人で優しい人かな。
優しい人でユウのことを愛してくれる人、まあみんなですかね。みんなユウのことを愛してくれたら大好きですね。そう、旦那ね、そう、本当にいっぱいいるからね、困るね。そう、そういう感じです。はい、次いきます。サンリオで一番好きなキャラクターは、サンリオで一番好きなキャラクターは、はぁ、あ、むず、なんだろう。でもタキシードサムとか一番決めるの難しい。タキシードサムとポムポムプリンとか割と好きですね。あとはなんだろう、難しいですね。なんかサンリオのキャラクターと何がいるんだろう。あ、でもポーポープリンは、ね、ここにいるんですよ。すごい難しい質問ですね。そう、まあ結構たくさん大好きですね。あ、DD ではないです。はい、次いきます。ゆうちゃんが18歳になって考え方とか気持ちとかに何か変化はありましたか？ありました、ありました。でも、なんだろう、でも考え方とか気持ち、まあ気持ちはね、ありました。考え方は、なんだろう、考え方、難しい。気持ちはね、変わったことはあります。結構、なんだろう、でも気持ち、でも大人になったことを考えました。考えます、最近は。よくなんかお仕事、アイドルとしてのお仕事じゃなくて、アイドルの次のお仕事を何、どうしようとか、そういう就職か、就職、そういうのね、考えるようになりました。あとはまあ就職もそうだし、学校のこととかも、ね、結構考えるようになりました。そういう感じかな。なんか多分そういう、多分質問じゃないと思うんだけど、そういう、そうです、大人の世界のことを考えるようになりました。18歳になってやっぱ免許も取れるようになったし、免許のことも考えるようになったし、まあいろいろ将来のことについて考えるようになりました。そんな感じ。はい、次いきます。ゆうちゃんのショートボブもしくはミディアムボブ見たいけど、将来的にする予定はありますか？ないです。ないですね。またちょっとこの髪の毛短くなったから伸ばそうとしています。はい、次、挑戦してみたいお仕事はありますか？ああ、ちょっとこれはね、本当にずっと言ってるんですけど、グラビアをやってみたいですね。そう、まだ私にはできないお仕事なんですけど、やってみたいですね。そう、はい、次いきます。ココちゃんはどんな感じで食べてるの？ココちゃんはね、どんな感じで食べてるかっていうと、難しいですね。なんかこっちゃんがこう寝てるじゃないですか。で、そこにパクって、口で食べるんじゃなくて、唇をこうやってで食べてます。そう、美味しいんですよ、すごい。なんか特に何、太ももじゃなくて、なんだっけ、二の腕のお肉がね、すごく気持ちよくて食べてますね。そう、なんだろう、あとは肉球もたまに、なんかでも肉球はね、ポップコーンの匂いがするんですよ。そう、だからあんまり食べないけど、そう、そう、あ、そう、甘噛みしちゃう。そう、そうやって食べてます、いつも。首は、耳、あ、
でも分かる、耳の先も美味しいから食べちゃう。あと頭ですかね、頭を食べます。そう、でも食べると妹に怒られるから。え、分かるかな、犬のさ足ってさポップコーンの匂いしない？あ、そう、ハムハムハムって言い方あれだけど、そういう感じです。あとなんだろう、次いきますね。雪好きですか？好きです、雪は好きです。あ、ハートありがとうございます。だるまもありがとうございます。次いきます。センターになりたい気持ちはいつでも持っていますか？持っています。そう、持ってます、ずっと。これはなんか加入した時はあんまりそういう気持ちはなかったですね。けどまあいろいろ経験していくうちにやりたいなって思うようになりました。そういう感じです。はい、10日ほどで9月だけど、8月中にやっておきたいことはありますか？うん、8月中にやっておきたいことは、なんだろう、なんかさこういう質問結構あるんですけど、わかんない。8月中にやっておきたいこと、でももっと、あります？ある？いつ頃から、あ、さっきのいつ頃から、でも研究生公演に出られないって分かった日からかな、そのくらいの時期から、なんかすごい悔しいって思って、そう選ばなかったことを後悔させてやろうって思って、めっちゃそういうの考えました。なんかもっと自分が上に行って、そう、成長すればいいのかなって。8月中にやりたいことはちょっと、なんだろう、わかんない。でも、あるけどちょっと秘密秘密ですね。あるけどそれはちょっと秘密でお願いします。次いきます。今後のちっちゃいもんクラブについて担当を変えとか面白そうですね。でも担当はなんか一人一人に合った担当なので、ちょっと担当がねないかなって思います。そう、なんか担当はね、例えばあのはるかだったら会計係なんですけど、はるかは計算がすごい得意なので、それの仕事が家に持ってきたら家は絶対できないので、あのそれはちょっとあれですね、できないですね。はい、次いきます。得意な料理は、得意な料理は肉じゃがとローストビーフとチョコブラウニーですかね。最近は本当に料理してないので、あのちょっと料理 しようかなって思います。会計って実際何してるの？会計はでもちっちゃいもんクラブで会議とかするときに意外とね計算することが出てくるんですよ。その時にお願いしたり、あとはあのみんなでご飯を食べに行ったときによくね割り勘をするんですけど、そう、その時にはるかが計算してくれます。そう、そういう感じです。次、豆乳を飲む以外で何か試した？アイス、プリン、その他。何も飲むしかやってないですね。私豆乳はね飲みたい派です。なんかね、そうそう、パックとかにもねアイスにしてシャリシャリとかね結構書いてあるんですけど、あの飲む派です。
そういう感じですね。次、メールのクイズって正解率どのくらいかな。今まで正解ゼロとかあった？ありました。全然私あの毎日ねメールでクイズを2問出題しているんですけど、あの全然クイズ不正解ゼロの日はありましたし、なんかめちゃくちゃ簡単なクイズだとみんな正解とか、あでもみんな正解はないですね、あのふざけてる人もいるのでみんな正解、みんなで正解したことはまだ1回もないですそうでも本当にゼロの時ある、特にね1問目があります。あ、最近私もゆうちゃんの真似して飲み始めた。あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、最近ゆうと一緒に豆乳を飲んでくれる方が結構増えて嬉しいです。そう、クイズね、なかなか正解いないいるけどいないです。はい、次いきます。西荻さん、にゃーにゃーさん、あぶこのさんみたいなコンビを組むとしたら誰と組みたい？はるかはるかかな。でもはるかとはねあんまり相性は良くないんですよ私たちぶつかり合うことが多いんですけど、でもはるかかな。難しいこの質問は。それかはるかか、誰だろう、難しい。はるかかゆめたんかな。ちょっとゆめたんはね、ゆめゆなのゆめたんを取ってしまって申し訳ないんですけど、ゆめゆなのゆめたんそう、あの相性が良くない、本当に相性良くないんですけど、でもゆめたんはね多分相性抜群だけど、そうそれかなっていう感じですね。次、今まで見てきたドラマの最高のドラマは？むずい今まで結構見てきてるですけど、むずいね。ドラマ何が良かったかって聞かれたら、でも難しくないドラマ難しくない？ちょっと難しいから最近のドラマでいきます。最近は私の家政婦渚さんがすごいハマってます。だから早く火曜日来てほしいなって思ってるはい、次。前に釣りしてみたいと言っていましたが、どんな魚釣ってみたい？ハマったら釣り女になる。釣り女？釣り女？釣り女？どっち？難しい。はい、釣りしてみたいですね。どんな魚釣ってみたいか、でも超非現実的なんですけど、マグロを釣りたいんですよ超非現実的なんですけど、ま、ハートありがとうございます。可愛いもありがとうございます。そう、あのでも普通にあの普通のあれだったら、でもちっちゃい魚を取ってね、自分の釣った魚で料理とかしてみたいですね。そう、ハマったらね、でもそうですね、ハマっちゃったらなっちゃうかもしれないそう、なりますかね知らすはさね、こう見たらさ分かんなくない？釣るっていうか
救うだよね、うん、ハートありがとうございます。そうそうですねはい、次いきます。実らない恋ってどうすればいい。これはガチ恋のあれかな、質問かな。実らない恋ってどうすればいい。難しいね。でもそれは恋、恋か、恋はね、わかんないですね。実らない恋はどうすればいい。でも自分の中で諦めがつくまで片思いしちゃっていいんじゃないですか。でも思われてる人は嬉しいんじゃない。わからないけど。あ、ハートとひまわりありがとうございます。うん、難しいですねこれははい、次いきます。おとなしい人をどう思う、かっこ男女問わず。どうも思わない、どうも思わないというか、でもどう思う、どう思う難しいな。なんかすごい今日難しい質問ばかりなんですけどおとなしい人はね、別にどうも思わないですね。うん、良くも悪くも普通に、うん、どうも思わないですいや、別におとなしくてもいいと思うし、全然悪いとかいいとかないです。はい、次。あ、得意な中華料理は、ちなみにオイラは麻婆豆腐とチンジャオロースだよ。得意な中華料理は鶏チリ、エビチリの鶏バージョン得意とか得意ではないけど、まあ好きですね、作るのは。はい、そう、そう、前ね作ったことあるっていうのがあれです。次いきます。お嫁さんのゆうちゃんはちょろちょろしたら絶対ダメとおっしゃっていますが、離婚の可能性も。これなんか続いてるかな、すごい。ちょろちょろしたら、ダメだよダメだけど、ダメって言ったら離婚になるんですか。どういうことですか嫌です、離婚は嫌だけど、でもちょろちょろはしてほしくないよねって思わないですか離婚は嫌だよね。でも次いきます。マッチョって好き全然嫌いとか好きとか全くないけど、でも筋肉がある人すごい素敵だなって思いますよ、もちろん。うん、全然いいと思いますはい、次。次は、ゆうちゃんちは4姉妹だけど、もし、あ、これはさっきと同じ質問だった。そう、お兄ちゃんですはい、次いきます。ショールーム配信の時間制限がなくなったらやってみたい企画とかある。あー、でも24時間配信とかめっちゃ疲れそうだけど、やってみたいですね。なんか私はまだ10時までしか配信できないし、今1時間半しか、ね、配信できないんですけど、もし12時まで1時10 0時から違う12時からあ違う違う0時から0時までできるとしたらやってみたいですね。そう、24時間みんなと過ごす配信、ご飯とか寝るのとか寝るはちょっとあれだけど、うん、やってみたいですね。そう、マジで辛そうだけどやってみたい。
あ、ハートありがとうございます。そう、私生活を晒すんです。次いきます。自分を食べ物に例えると何ですか？自分を食べ物に例えるとですね、何ですか？何？何だ？何ですか？何ですか？むずくない？これ。あ、でもよくあのはるかに卵、ゆで卵って言われるので、ゆで卵で。はい、次、ゆうちゃんの将来の夢は何ですか？芸能界には残ってほしいな。私の将来の夢は今は結構いろいろ考えてるんですけど、芸能界にね、ちょっと残念ながら残る予定はないですね。もうちょっとこれね、言っていただけて嬉しいんですけど、ないですね。ちょっとあれだけど、働きます。働く、まあ、あの芸能界にこういうのも働くってあれだけど、そう、ちょっとね、自分で今考えてるお仕事があって、それ就職をしますかね。そう、ないですね。辞めたらね、本当に離れます。だから多分偶然ね、街で会うとか。そう、そういうのはありますね。はい、まあちょっと今言えないけど、もしね、この卒業発表する時があったら言うかもしれないけど、今は全く卒業する気はないので。はい、もう心配なく。はい、次、おすすめの豆乳はありますか？おすすめの豆乳は、でも私はね、メロン味がね一番好きなので、メロンをおすすめします。はい、次いきます。最近調子はどうですか？無理しすぎていませんか？最近調子はどうですか？わー、すごいですね。最近調子はいいです。いいです、ありがとうございます。ご心配してくださって、全然めちゃくちゃ元気です。はい、次いきます。またこれ見逃したピエン。これ質問じゃないけど、多分今配信始まってからね、あのこのコメント入れてくださった、ありがとうございます。全然大丈夫です、ありがとう。はい、次いきます。推しに好きと嫌いの感情があると相談したら、それは推しを愛しているからと言われたけど、そうなん？むずむずいね。推しに好きと嫌いの感情があると相談したら、それは推しを愛しているかって言われたけど、でもそうなんじゃないかな。愛してないと好きと嫌いの感情も出ないと思うね。そりゃそうなんだと思いますよ。だって好きじゃなかったらね、何もさ考えないじゃん。ああ、こんな子もいるんだみたいな、そういうぐらいしか考えないから、多分愛してるんだと思います。ハートありがとうございます。うん、そうだと思います。難しいけどね。はい、次いきます。携帯に入っている一番昔の写真は何ですか？ちょっと見てみます。なんだろう、一番昔の写真。あ、なんか水族館に行った時の中二の時に、兵庫の水族館に行った時の写真でした。あ、すごい、画面に自分映ってるけど、そう、見えます？反射しちゃって。ハートありがとうございます。あ、こうすればいいのか。そう、これでした。めっちゃ前ですね、マジで前。
なぜかねこの写真はねすごい残ってます。あのこの写真よりねもっと前に撮った動画があるんですけど、ちょっとねこれはねお見せできないですね。あのたこれこれも多分中学2年生の時の、あやば危な動画なんですけど、なんか声がすごい枯れてた時があって、ハスキーボイスの動画なんですよね。でもちょっとこれはねお見せできないです妹とか写ったりしてるのでね、はい、すごいやばいですね。画面めっちゃ綺麗、ありがとうございます。あ、そう、ノエさんくらいハスキーの声が入ってます。はい、そんな感じだった。ハートありがとうございます。次は一番仲いい研究生とあまり話したことがない研究生教えてください。一番仲いい研究生か、でもちっちゃいもんですかね。うん、なんかよく集まることが多いし、まあ LINE とかもねすることが多いのでそこかな。でも話したことがない研究生はいないですね。みんな話すからいないですハートありがとうございます。ゆうちゃんがハスキーボイスって想像できない。確かにね、普通にこういう声だから、まあちょっと想像してください私もねハスキーボイスの時がありました。はい次、高校卒業は大丈夫ですか。あー大丈夫です全然大丈夫です。そう大丈夫このこれねめちゃくちゃなんか私メールで今日は勉強しますとかいうメールをするとなんか高校卒業できるとか結構来るいや大丈夫です、ありがとうございます。そう結構あの心配されます。でも大丈夫。今更で申し訳ないんだけど、ゆうちゃんって何姉妹。4姉妹です。4人女の子です。はい、ありがとうございます。そう、まあちょっとテストとかはね意外と良かったりするのでそう、あ安心してください大丈夫です。はい。次いきます。次は、なんだろう。最近よく聴く曲は、ゆうちゃんのプレイリスト教えてほしいです。最近よく聴く曲はね、ちょっと見てみますね。最近よく聴く曲、よく聴く曲は、でも最近ちょっとまたハマり始めた、アクアタイムズさんのひな夢っていう曲を最近聴いていますね。そう、何か、うん、掃除とかそういう作業するときに聴いてます。はい、あ、そう、シャーベットピンクはもちろん毎日なんかね、ランダムね結構聞くんですよ。一個流したらさ全部バーって流れるじゃん。だからシャーベットピンクを聞いたら、あの嫌いなのかもしれない、もう後悔ばっかりも絶望の後でも聞いてますそう、ちょっとそういう感じですね。あとは最近はサイレントサイレンさんの曲もよく聴きますね。はい、すごいね聴いてますね、ランダムわかるね、聴いてるよ。あ、誰もありがとうございます。次は
なんかね、結構読んだんだよね。あ、ちっちゃいもんクラブ、ちっちゃいもんクラブ公演が楽しみ、ありがとうございます。すごい嬉しいです。仕事がオフの時に自分たちの曲聴くとリラックスできなくない？全然そういうのは全然ないですよ。あの、むしろ体が動きますね。踊っちゃう。そう、全然そういうのないですね。好きですよ。ハートありがとうございます。次なんだろう。なんかね、めっちゃねあるんだけど、あの結構かぶってる質問が多くて、え、とんかつ定食っていうコメント来たんだけどちょっと意味わかんないですね。まあ美味しいですよね、とんかつ定食ね。はい、あ、次、今日の髪型めっちゃ好みです、またやってね。あ、ありがとうございます。かっこ時間的に間に合わない説。あ、間に合いました。ありがとうございます。またね、やります。そう、なんかさ、高いハーフアップってさ、なんか韓国アイドルの方がやってるイメージ多かったんですけど、ちょっとやってみちゃいました。やってみたいなって思ってて、ずっとこれは。はい、次、推しにちょろいオタク、信用してないとこ言われたから離婚ですかね。いや、ちょろいオタクは信用できないでしょ。もうユウのことめっちゃ好きですっていう人は信用してます。てか信用とか信用じゃないとかはちょっと意味がわからないんですけど、はい、まあでもみんなユウのこと好きでいてくれたら好きですよ。はい、できる韓国語はあるんですか。ちょっとこれラストにしますね。できる韓国語はねないですね。なんだっけ、サラサラヒヨだっけ、なんか愛してるみたいな、それとかしかわかんない。ちょっと韓国はね全くわかんないんですけど、はい、ということで皆さんたくさんね質問ありがとうございます。ちょっと読めなかったあのコメントとかもあると思うんですけど、はい、ということでわきわき体操やっていきたいと思います。いきまーす。はい、ありがとうございます。それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきまーす。いないいない、えくぼ、私のえくぼにゆうもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、そう、あ、間違えた。それでは皆さん、今日も配信見に来てくださってありがとうございます。明日もこの時間帯に配信するので、また遊びに来てください。それではまた明日、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。